はい、どうも、山木です。えー、なんか2、3日休んじゃいましたけどね、<laughs> 本当にあの、自分でもびっくりするぐらい寝てましたね。なの、本当にね、10代以来ですよね。こんなに、あの、20代の頃もありましたね。鉄満した後とかそうでしたね。まあ、本当にね、あの、10時間超えで寝たっての、久しぶり、 ほんと何十年ぶりなんじゃないかな、今回ね。やったらと眠くて、で、起きてね、目覚めてなんとなく頭ぼやーっとしながら、まあ、タバコに一服火つけて、で、YouTube つけて、んで、令和デビューさんのライブとか見てて、で、見てるうちにタバコ吸い終わって、ふっと気を抜いたらまた寝てたみたいなね。 連続でね、るんですよ。ほんとにね、あの、こっちにいない感じでしたね。どこ行ってたんでしょうね。なんか途中で不思議な夢は何個か見ましたけど、も多分ね、なんかあの、頭ん中リセットリセットかかったような感じですね。なんだろう、あの、やっぱ風の時代、ね、こないだあの、本当シリウスと月とオリオン、 っていう関係ってのはちょっと自分の中でもこう深く入った部分ってあったんですけどもなんかね空気感がちょっと違いますねえ、なんつうんでしょうなんか説明できないんだけどただねなんとなくもうことはうまくいってるような感じがするんですよ経済的なことだったりなんかねあと面白いなと思ったのはあの西の島が あれなんか大陸になるっていう話ですよね。なんかどんどんかでかくなってきて、で、あれが、まあ何千年かかんのか何万年かかんのかわかんないけど、まあ、日本列島とくっつくみたいだと。言うんでね、あのー、あそこって多分あの、富士火山帯だと思うんですよ。で、そっから西の島が大陸になるほど吹いてくる っていうのは、ひょっとしたら富士山行かないんじゃないかなっていうね。そんな気もふっとして、だからその、ね、世界線が変わるってのは当たり前にあることで、んでね、日月新人に出てくるようなその、ね、大南を中南に、中南を湘南に、湘南を無難にって言ってるのもこれタイムラインの変化ですよね、結局ね。だから、そこで西の島が大陸、大陸ですよ。<laughs> 大陸 <laughs>、あの、なんだっけ、うんと、東京、日本から、確か950キロかなんか南の方なんですよね。950キロ、約。だそこと日本列島が繋がっちゃうみたいなんですよ。で、あの、富士火山帯って確かあの、ハワイの方からこう、点々とスポットがあって、それがぶつかってきてるんですよね、確かね。だかその途中から吹いてるっていうんで、 その富士山にかかってか圧力ね、下がるんじゃないのかなーなんて、これ素人の判断ですよ、ただのね。<laughs> なんとなくのイメージで、そう、途中でね、ほんとあの、途中で水漏れしてるホースみたいなもんですよね。こうなったら大丈夫なんじゃないのみたいなね。ん <laughs> で、あそこらが隆起してくるっていうと今度、海底資源とかいっぱいあるんですよね、あそこらなんかね。 だからなんかね、あの、火付新人にも書いてありましたよね。あの、日本はお土が上がるって書いてありました。外国はお土が下がると。で、日本はお土が上がるってのは、え、なんだ、ね、りもりっとなんのかなと思ってたら、ひょっとしたらその、ね、西の島がどんどん繋がって日本列島に繋がっちゃうと。<laughs> そしたらなんか、すごいことになるなぁとかね。であとえ、なんかね、もう2日、ほぼ3日近く寝てたんで、X の情報なんかもほとんど拾ってなかったんだけど、えまあ今日はいろいろちょこっとね、片付けしながら拾ってみました。で、勇敢フジでしたっけ昨日のやつおととい昨日 え、なんかあの、ね、トランプさんが DS を無事破ってる、無事壊してるみたいな、なんかニュース乗ったって言うんでね、ほんでなんだっけ、もう日本の DS は財務省だみたいなとこまで書いてあるみたいですよね。だね、あの、令和さんとかのやついつも見てて、 あんだけね、何かしらをやってて、その結果っていうのがどこかしらで出てくると思うんですけども、でも、まあ、この間から財務省を叩かれ始まったり、あと総務省にもちょっと飛び火してんですかで、なんかアメリカ側でもあの、前400人召喚してるってのがあったんだけども、 それと別なんでしょうね。その中国政府から賄賂をもらってた日本の議員っていうんで、なんか、何人だっけ ?14 人ぐらいでしたっけか。あの本当、氏名公表されて、ね、なかなかですよね。んで、もうその賄賂もらってるっていうんで、あれどうなんでしょうね。アメリカに召喚されるんですかね。日本で処分するようなんですかね。どうなってるんでしょう。 でもなんか、ひろあのー、兵庫のね、斉藤さんの件にしても、何にしても、なんかもうこういう SNS っていうところでいろんな人の目があるし、あと、今スマホで簡単に写真撮れますもんね。あのー、何かを写し描く、写し撮るとかっていうことなくなっちゃいましたね。パチャッと写真撮って終わりだもんね。 なんかね、だからもう世の中の秘密がなくなってくってもう半分だわテレパシーのあの補聴器みたいなもんですよね。スマホだわってね。ね、こういう SN の世界ってそうじゃないですか。なんかもう隠し事がかなりなくなってきてますよね。ね、口コミなんかですーんが広まるし、今日もじゃらんで、ね、あの、ま、いろいろ宿や調べてたんですよ。 ね日本中ってどんな宿屋あんのかな、とかね。<laughs> あの、評価1.7っていう旅館あったんだけど <laughs>、あれってじゃらん乗せとかない方がいいんじゃないのかなと思うんだけど <laughs>、1.7ってすごいですよね、評価ね。でもあのー、ね、つい、先週だっけかな、俺見つけたのあのー、琵琶湖さんとかっていう人が <laughs>、あのー、 仕込みの悪い飲食店とかばっかり歩くんですよね。<laughs> レポートして歩くんですよ。その、ぼったくりとか評判悪いとかね。なかなかね、えー、っと思ったけども、なんかね、面白くて見ちゃうんですね。<laughs> ねえ、だからまあ、怖いもん見たさで行ってみたくなる人もいるんですかね。評価1.7の旅館。う なんかね、まあでも、ニュースも面白かったですね、いろんなのね。あの、大陸間弾道弾、ね、ロシア、い、えー、やー、撃ってきてみろと。ね、ICBM ね、これ、弾道弾ってドカーンと打ち上げて、大気圏の外まで行って、落っこしてくんですよね、あれね。だから、あの、落ちてきて地表に近いとこだと、マッハ10から20ぐらいのスピードになってる。 っていうから、そんなもん誰も撃ち落とせねえだろうってプーチンさん言ってますよね。だからもうね、ロシア攻めたらそれ打ち込まれちゃうから、誰も手出せないっていうね,ね。なんかロシア前からですよ、プーチンやられたらかなんかあの、ね、その、結局西側諸国になるんでしょうけど、もう核弾頭向いてるのが一斉に発射されるっていう噂ありましたよね。 プーチン暗殺なんかしたらとんでもないことになるとかってね。だからやっぱ、ね、そこまででっかい戦争ってのは多分起きないんじゃないですかね。台湾も中国手出せないって、ね、インドのモディさん言ってたし。どうなんでしょう、なんか騒ぐほどのこと、まあ、パレスチナとか、あの辺は少しやるんですかね。どうなんでしょう、わかんないですね。 でもなんか経済の方はもう、もう本当に秒読みっていうかね、もっと早くぶった俺でも良さそうなもんなんだけど、なんかやっぱり調整がいろいろあるんでしょうね。イラクもそうみたいですよね。なんかもう議会がね、今週とか来週とか。まあでもね、RV の噂ってのもずっと昔から今週だ来週だ来月だってずーっと言ってたんで、えー、まあもう慣れっこですけどね。 でももう、でもそこで伸びてってるその情報ってのが表に出てる話でね、もうかなりのとこまでだ。HCL とかも決まってったらもう具体的になっていくだろうし。で、具体的なところでね、そうやって債務免除、アフリカ丸ごとですよ、大陸ね。債務免除とか、そういうことはもう動いてきてるし。あとなんだっけ、アメリカの司法長官だっけかな。 えっとん、えー、と、パルボンディさんとかっていう、なんかね、頼りがいありそうな女性が今日 X で写真に写ってたんですけど、彼女はあの、なんかね、もう、銀連中とか、みんな怖がってるって言うんですよ。で、エプスタインの話から、その、2020の不正選挙から、で、小児性なんちゃらかんちゃらとか、 で、その辺ってのの、やったら詳しい人らしいんですよ。ほん <laughs> なんかね、まあ、動画ではなかったですけど、あ、力強そうな人だなと思って、その人が地方長官に任命されたと。だか,かなりもうだ、だからトランプさん、裏でもう動いてる感じですよね。ブランソン裁判とか、まあ、どうなってくるんですかね。 なんかあの無期限にどうのこうのとかって言ってるけどまあなってみるしか分からないですよねでもねこれ日本の政治やらないやらもこっからいろいろボロボロ出てくんじゃないですかね何か面白いことになっていきそうな気がしますでトランプさんはおそらくねこれやっぱ早く就任するんじゃないのかな ねえ、どうなってくか。まあでも、そうなってもなんなくても、あとちょっとも先の話ですよね。ねあと本当が嘘がわかんないので、あのー、アメリカのサイトなのかなあれえ。それを翻訳してくれてる方がいて、その、ジョン F ・ケネディの、なんかスピーチみたいな話なんですよ。曝露のね。 でその自分がクローンに置き換わった時にはもうこの世に正しいも,しいものなんてあるのかなと思ったみたいな。えなんかね、そんな話で。クローンが撃たれたっていう話もあるんですよね。ケネディさんのね。まあね、それが出てきたっていうので、本当なんだろうかと。ケネディ・ジュニアじゃないんですよ。<laughs> ケネディなんですよ。 の、その、暴露ネタみたいなのは、本人が語ったっていう風に、俺は見えたんですけど、なんかだね、何がどう登場してくるのかも、わけわかんないですね。見れば見るほどわけわかんなくなってくるけど、日本の DS もそろそろ作れてっていくのは、ぼちぼちなんじゃないですかね。このまま通っていくわけはいかないですよね。マスコミは相変わらずトンチンカンなこと言ってますけどね。 うんと、俺たち公平なね、ねなんか放送法とかがあって、公平な、そういう報道しかできないけど、SNS はもう勝手なこと言ってる、みたいなね。違いますよね <laughs>。なもうそういうのがバレてきたんですよね。宮根さんとか、あの、めぐみとしあきさんとかもだいぶ叩かれてるみたいだしね。まあ、いろいろ、でも本当あの、隠し事がなくなってく世の中にはだいぶなってきたんじゃないですかね。 これからどんどん隠し事っていうのは、この世からなくなっていくでしょうね、きっとね。うーん、まあ、今日はそんなとこかな。うん、あ、あと、えっ、ー、と、ここからイベントは1月の1日2日が、福島良泉の交際館っていうとこで、えー、2日間やります。で、予約の時に怪しい茶会ですと言ってもらえれば、 あの、シングルでも、あの、みんなと、まあ、相部屋になっちゃうんですけど、あの、シングル料金で泊まる、あの、シングル料金の設定がない宿なんですよ。2名分からっていうことなんで、一人で一部屋っていうと2名分になっちゃうんです。で、それが、まあ、茶会ですと言って、相部屋にしてもらうと、1名分シングルで泊まれることになってます。 一日二日。んで、えっ、ー、と、十八日が新宿で、えっ、ー、と、ここはレンタルルーム借りてやるんですけども、リアル茶会で、えっ、ー、と、六時から九時まで。で、それも下に貼っときますね。で、あと、十九日が、連チャンになるんですけど、えっ、ー、と、横浜の、なんか、馬車道なんとかっていう駅だっけかな <laughs> まあ、それも、下に貼っときます。そこも同じ、えっ、ー、と、夕方6時から9時まで。で、あと、12日が、大宮ですね。大宮の駅前に近いとこだってかな。んで、そこで、そこも同じ6時から8時、あ、9時までです。で、そこも貼 ときまんで、あの、新宿と、あと、横浜の方は、あの、飲食かで、アルコールもか、なんで、まあ、あの、ご自分好きなもん持ってきていただけたらなと。で、ただね、あの、ゴミとかやっぱ処理しなくちゃいけないんで、持ってきたゴミはお持ち帰りでお願いします。で、大宮は残念ながらね、お酒ダメなんですよ。 なので、あの、ジュース類とか、まあ、適当にその辺ソフトドリンクでお願いします。んで、その後が23、あ21がやまで8ーと、えっと、1時15分からかな。うんと、1時受付の1時15分、13時15分スタートだったと思います。でそこでは8ーとの、まあ、トークライブ、 っていう感じになります。で、あと、続くんですよね。23が、うんと、クリスマスサンセットクルーズっていうことで、あのー、まあ、客船の部屋を貸し切りにして、そこでフランス料理のフルコースで、んで、令和デビューさんと俺のトコラボのトークライブを、そこでやってみたいと思ってます。 ね令和さんといろいろ話、面白い話出てくると思うんですよ。<laughs> なかなかね、今回は初、初の試みですね、令和さんとね。なので、俺もぜひ楽しみにしてるんですけど、気が向いた方はぜひ、ね、ねクリスマスね、ねたまにはフランス料理ってのもいいじゃないですか。というとこですね、今年はそうですね。んで、来年は今度新年会を今、どうしようかな、 ってのを考えてたとこでした。で、あのー、新宿と横浜と、あと大宮のやつは、あのー、オープンチャット、LINE のオープンチャットをこの間から始めて、なんだ、4、5日前なのかなまだ1週間経ってないような。で、あのー、そっちの方で先行予約ってことで、2日前ぐらい、3日前からかな出してたんですけども、 まあそれを今回こっちの方に、こっちの動画の方に、う、え、ん、ー、と、案内しますんで、まあぜひ見てね、お都合つく方、タイミングが合う方は、ぜひ遊びに来てみてください。うん、というとこの話かなんうんじゃ、また興味があったらぜひ遊びに来てくださいね。うんじゃ、またね。